同じテレビを作る者としてささやかな誇りです。夢を抱いた数多くの少年少女たちがスターを目指してまさにこの場所に立ったんです。山口百恵さん、あなたもその一人でしたよね。応援してあげてください。さあ、それでは出場者登場です。その番組は初め人会番組と言われた。聞いてみましょう。どうぞ。少女たちの運命がカメラの前で決まっていく。芸能界の舞台裏がさらされた瞬間。審査員の辛辣な言葉も見せ場の一つ。8組10人の人を見てまして、はい、随分ジャガイモみたいな人ばっかり集まったなという。あなた少しね、老けちゃってんのね。その歌唱力抜群、そういう人はいなかった。バカにしないでよ。だがブラウン管の向こう側で少女たちはスターへの夢を見た。いつかスタタンファミリーと呼ばれた不思議な絆。少女たちの夢は男たちの夢と重なる。この番組は男たちの熱き思いに支えられていた。鬼と呼ばれた男、当時27歳。切れ者と呼ばれた男、当時34歳。仕切り屋と呼ばれた男、当時28歳。そしてスター誕生を率いた男、親父と呼ばれたチーフプロデューサー、当時37歳。泣くなよ。おい、池田文雄67歳。テレビ局を去って久しい、この男がスター誕生の生みの親だった。これはですね、昭和46年、1971年の3月だったか4月だったかに、アマチュアからスターを生み出すような番組は考えられないかと、みんなで考えろと、こういう命令を受けたんですよね。池田の使命は自前でスターを発掘し育てること。その頃ブラウン管をにぎわす歌手やタレントの多くが一つの大手芸能プロダクションの傘下にいた。テレビ局が歌番組を作ろうとしても自由に歌手が集められない。やがて所属歌手の出演すら拒否してきた。今も音楽番組の現場に立っている吉岡雅俊にはそれが戦争に思えた。だから妥協できないっていうのはあったわけですから、まあ過激には戦争かもしれないけども、その3分の1のスターはなしでも俺らはやれるっていう。テレビが自前でスターを作り出す、男たちにとってそれは前代未聞の賭けだった。手探りの中で番組の準備が始まる。だがオーディションの蓋を開ければ年齢はまちまち、会場はまるで素人のど自慢の様相を呈した。もうずっと苦痛でしたよ。どういう苦痛だったの？どうにもならない歌がほとんどなのを聴かなきゃいけないっていう苦痛と、やっぱりその中から少しでもその将来スターになる可能性のあるのを探し出さなきゃいけない。でそれがいなくて、で合格者なしっていうのが続いてたら結局番組は終わっちゃうわけですから。本当に自分たちでスターを発掘できるのだろうか。しかし迫る第1回放送に向けて男たちはできる限りのことをした。司会にはコント55号の萩本欽一を起用、放送前には街頭宣伝まで行った。1階のサラリーマン集団がスターを育てるのには困難があった。男たちは30に上る芸能プロダクションに協力を求める。で僕は実はそれはそこで確たるスターが出るに違いないというほどの確信はなかったんです。どういう人がいるのかもわからないし、ただ一つのトレーニングは参加しました。暗中模索のまま迎えた第1回日曜日午前11時からの放送は視聴率 4.7% と惨敗。しかもスターの卵は見つからない。池田は焦った。番組の制作現場を記録した映像が残っている。では必ず全員の歌を聴く、待つしかなかった。だがこれはと思える才能は一向に現れなかった。
帽子かぶってきたわけなんかあるの？いえ。じゃあちょっと脱いで可愛い頭見せて。切れ者と呼ばれたディレクターは現在日本テレビ広報部に席を置いている。宮島明にはその当時開き直った覚悟があった。全くの ドキュメントなんですよ。オーディションに関してはもう全く、ね、手を加えるわけにいかないわけだし、予選会で汗流して苦労することが番組の成功の秘訣だろうと。かつての仕切り屋プロデューサー金谷勲、日本テレビの関連会社で取締役にある金谷はスタッフ全員が震えた瞬間を鮮やかに記憶していた。いや来たぞっていう感覚ね、うん、全員が歌で虹を生まれつけたっていうところの部分が、まあ、スタートラインでね、あ一人その卵は原石が来たぞっていう。それは7回目の予選会。236番涙の連絡船へ歌います。700人を超える応募者の中、13歳の少女の歌は池田を驚かせた。やっぱりドクッときましたよ。背中がね、寒気がしたんです。決戦大会の会場は現在東京ドームの脇にこのホールに誘ってみた。で立ったステージを紡いだ場所だったり、変わってないよね。このイメージは全く変わってませんね。第1回スカウトのプラカードは上がるのか。男たち全員が、はい、それでは7番目参りましょう。名前は森田雅子、当時13歳。雅子もしっかり歌ってましたよ、うん、上手のあの後ろの辺でうろちょろうろちょろしておりますよ。落ち着かないもんですから横にいてモニター見てるとかね。それでは行きましょう。どうでいける。さあそれはあら泣いちゃった、あらねえ感動しちゃった。審査員の一人松田俊恵の記憶。あの小さい体で声が通ってさーっと歌ってんですよね。流行歌っていうよりむしろ本当にいい声でもう伸び伸び歌ってるお嬢さん。芸名森雅子、テレビ局と芸能プロダクションレコード会社が力を合わせて少女を育てた。まるで我が子のように。もう気遣いましたよ。それはもうこんな番組あるから。何としてもこの子をスターにしてみせる。テレビいってその化学反応を起こした結果がああいうものにつながったのかなと。淡い初恋キバックアップ。瞬く間に森雅子の歌声はブラウン管を通して日本中に広がった。森雅子が新人賞を取った時、男たちが流した涙を見て心を動かされた人がいる。あの日本テレビのスタッフが雅子ちゃんが賞を取ると、あの日本テレビさんがスターさんの出身の子を育てようっていうのがすごく伝わってきてね、やっぱこれ一緒にどうしても組みたいなと思いましたよ、それ見た時に。出場者登場です。日本中の少女たちがテレビの向こうに夢を見つけ動き出す。そしてきっかけはテレビを見てて雅子ちゃんが歌ってて、それでいいなっていう感じで、それでなんとなく出してみる気になっちゃったの。27年前の伝説は日本テレビの廊下の片隅、誰も
顧みることのないロッカーに眠っていた。その中に三人娘涙の卒業式と書かれた台本、懐かしい名前が見える。1970年代、街にあふれた歌声が黄ばんだザラ紙の彼方からよみがえってくるような気がした。制作スタッフはあの男たち。彼らが無我夢中で送り出した少女たちの姿は忘れがたく私たちの胸に焼き付いている。山荘の壁に打ち下ろされました。浅間山荘の攻防が人々をテレビの前に釘付けにした。上野動物園に中国から送られたパンダを一目見ようと長蛇の列ができた。そんな時代のこと。愛称で親しまれ、放送はおろか映像が存在することさえ奇跡に近い光景の中に一人の少女が写し取られていた。順番を待つ白い帽子の少女。この時会場にいた番組スタッフの目は600人を超える応募者の中にいたその少女に釘付けになっていた。ただ座っているだけで輝きを発していたという。ディレクター吉岡はその少女の出番だけを心待ちにしていた。審査しながらまた どうしたかななん、うん、そうするとねどん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 ね期待が膨らむんだよね、うん、早く来ないかなって。あんたちょっと待ちなさい。13歳の桜田純子。あんたひどいこと言おう。この野郎一つだって。待ち受けている未来など知るはずもなく少女はマイクの前に立った。僕の心にいつの間にかあなたがいる。愛し合えることはとても素敵だけど、見知らぬ世界がなぜかなぜか怖い。地方大会へと駒を進めた少女は緊張を解き、どこか切なそうな眼差しを見せる。その全てをスタッフは見届けていた。予想通り桜田純子は秋田大会を高得点で勝ち抜いた。少女がスターへの階段を上り始めた瞬間、その様子をテレビで見ていた一人の男が少女のきらめきに思わず奮い立つ。いわゆる秋田大会、はい、決戦大会前、ちょっと前ですよね、はい、うちでね横になって見せたんですよ、スタータンをテレビを、テレビをオンエアを。桜田純子が出た時飛び起きましたよ。あんまり可愛いんで、可愛いだけで天才だと思ったんですね。よしこの子だと思ってね。スター誕生第4回決戦大会、お願いいたしましょう。どうぞ。上がりました、上がりました。実に25社が名乗りを上げる中で桜田純子の獲得に成功したのはテレビの中の少女に驚嘆し、後にマネージャーとなる福田時生だった。同じ頃横須賀、アメリカの空母が出入りし独特の匂いを発するこの町に一人の少女が暮らしていた。少女は新聞配達をしながら母を助けていた。父と母の間にはすでに深い亀裂があった。少女は夢を抱いてスタタンに応募はがきを出した。予選会の会場は東京有楽町駅に隣接する読売ホール。少女はたった一人でやってきた。昭和という時代の最後を飾る歌姫山口百恵、この時わずか13歳。恵美さんを
僕にくだ。テレビ局が中心となって育て上げたスターたちは、スタッフが回すカメラの前で仲の良い姉妹のような素顔を見せた。生まれて初めて知りました。地方大会に出演する時も全員が揃って寝食を共にする。いつしか周囲のマスコミは彼らをスタタンファミリーと呼び、彼ら自身もまたそれを誇らしく受け止めた。共に14歳、家族のような集団の中心にいつも3人の少女たちがいた。そんな少女たちも少しずつ大人への階段を上り始める。いつの間にかそれぞれが独自の世界を歩み出していた。やがて3人は高校卒業の時期を迎える。将来に向かって育て方っていうのがそれぞれ違うわけで、事務所的にはやっぱり別れさせたいっていうのがあって、でまあ僕らも、なんていうんだ、親代わりとしてはやっぱりそれもそうだなと、うん、もう18になるし、それで2年もすれば20歳になっちゃう、あこれはいい機会、ちょうどいい機会だから。3人娘涙の卒業式、そう名付けられた番組の準備にスタタンのスタッフは総力を挙げて取り組んだ。歳月に色褪せた台本からは今でさえスタッフの思いが匂い立つ。それは男たちの祭りが迎えた一つの節目でもあった。1977年3月27日武道館。開演のベルを聞いた時、スタタンを生んだ男たちには言いようのない感慨があったという。全ての男たちが兄のように父親のようにステージを見守っていた。スターとは何か、懸命に模索してきたサラリーマンたちにその新しい意味を教えてくれたのは他ならぬ彼女たちだった。手探りで始まった番組に命を与えてくれたのは舞台への登場を待っている彼女たちだった。いくつもの情景を思い起こしながらスタッフは胸を熱くしていた。手塩にかけた3人の娘たちがそれぞれのデビュー曲とともにステージに姿を見せる。男たちは感じていた。雅子も純子もすっかり大人っぽくなったよな。私の胸に恋の芽生えを感じる季節。桃江、貫禄が出てきたじゃないか。卒業式は涙のフィナーレに向かって進み始めた。今日は頭が走った。皆様、今日は本当に最後までありがとうございました。私たちは今日この日を一生忘れることはないと思います。これからもいつまでも応援してください。今日は本当にどうもありがとう。私たち3人こんなに大きな武道館で、そしてこんなにたくさんのファンの方たちに応援していただいて、もう嬉しくて嬉しくて、時間があったら永遠に3人でこうしたいと思っています。私たちは今日この時を企画にして、一人一人それぞれの道で立派にお仕事をして、皆様の期待に応えられるように精一杯頑張っていきたいと思っています。手を伸べて
3人を見守っていた男たちも溢れる思いをこらえきれなかったという。テレビマンたちが必死になって作り上げたスター誕生という番組の中で、少女たちは青春を駆け抜けた。男たちにとって3人の少女たちは娘であり妹だった。チーフプロデューサー、この時43歳、鬼と呼ばれたディレクター33歳、切れ者と呼ばれたディレクター40歳、仕切り屋と呼ばれたプロデューサー34歳。男たちは夢のただ中にいた。3人の少女がステージの彼方に消えた時、スター誕生という男たちの戦場に新たな風が吹き始める。その風は熱くけれど、どこか悲しみを帯びていた。アイドルと制作者たちが一体となり、スタタンファミリーと呼ばれた時代、そこから日本中を熱狂させるモンスターが誕生しました。巨大なうねりの中で番組は大きなターニングポイントを迎えることになります。平成12年秋、日本テレビ歌番組の収録を前に、彼女はリハーサルを重ねていた。スター誕生から羽ばたいたミーは今も歌を歌い続けている。ミーと二人同じ一つのスポットライトを浴びていた増田恵子は女優に転じた。ピンクレディ、日本中を吹き抜けた嵐。私ピンクのサウスポー、私ピンクのサウスポー。奇抜な衣装と大胆な振り付けで社会現象となったピンクレディ。その絶頂で2人が悩み苦しんでいたことを知る人は少ない。2人はもう完全に自分を見失って、ハトと気が付いた時には、空前のスケールで2人のコンサートは幕を開けた。吉岡雅俊は10台を超えるカメラに指示を飛ばしながら、奇妙な感覚にとらわれていた。彼女たちはほら、大スターだったんだけど、僕らからしてみるとかわいそうだなと思うとこはすごくあったよね、うん、スター誕生から生まれ頂点に立った2人は、やがて自分たちを育ててくれた池田文雄に悲痛な声で訴える。もうやめたい。2人はもう完全に自分を見失って、ハトと気がついた時には、いや元の人間に戻りたいと思ったと思いますよ。空前のブームを巻き起こしたピンクレディ、そこにはスター誕生という番組さえも脅かすことになる目に見えぬ力が働いていた。1976年3月、スタートから5年余り、番組は世の少年少女たちがスターを目指す登竜門として人気を集めていた。
番組に携わる男たちが膨大な雑務に追われていたこの時期、2人の少女は決戦大会のステージに立った。今はいりません、あなたのおしゃべりはうなずくことしかできない。今ですべてください。フォークソングを歌うのが夢、声質も雰囲気もアンバランスなのに見よう見まねの振り付けだけはしっかりしている。スタッフにとって2人はさほど魅力的には映らなかった。もう できてるなと、出来上がっちゃってるなと。だから果たして、だからプロの人しますよ多分。一生懸命歌いました。よろしくお願いします。聞いてみましょう。予想に反してプロダクションの感触は良かった。決戦大会に合格した2人を儀式が待っていた。池田が父親のように語って聞かせたのは、不規則な生活や厳しいしきたり、芸能界を生きる心構え。その話はこう結ばれた。どんなに辛くても2年間は頑張れ。2人を獲得したのは当時レコード会社のディレクターだった飯田久彦。別の少女という上司の命令を無視した直感による独断だったという。たまたまなんかこうキャラクターの違う2人があったんでね、あ、この2人だったら歌って踊れるような、こういうデュエットにしたら面白いんじゃないかなっていうのは、僕すごくあの歌にパンチがあったんでね、同じフォークでもリズム感とかパンチがあったんで、それでパッパッとこう上げたんです。だからそんなに大きな理由っていうのはあんまりないんですよ。プロ以前のような手作りでスターを作り上げる時間も仕掛け、今いいわけですから、それをやろうという話になったんです。少なくともね、あの真面目なフォークグループではないことは確かだった。でそれでやったって、それだったら僕はもうやる気なかったし、やっぱりじゃあ好きにさせてくれるということで、じゃあ、 あの何ができるかっていうことをしっちゃけになって考えたわけですよね。だから足を広げるところはなくしてほしいとかいろいろ来ましたけどね、それだったら他の人にやってもらってっていう。プロの男たちに少女を委ねざるを得なかったテレビマンたち、その思いは複雑だった。我々テレビ、あの番組のスタッフが携わらなくても、そういうプロの人たちがやるんだったらよし、じゃあ見てようじゃないか、お手並み拝見というやつですよ。で待ってたわけですよね。だが出来上がってきたものに男たちは言葉を失った。あのフォークの2人が、ちょっぴり可愛いお色気が評判の2人、ピンクレディーが歌うペッパーケールです。まるで漫画のような世界を歌う2人。デビュー直後の踊りはまだぎこちないが、番組スタッフはその姿に眉を潜めた。こんな格好させられてみたいな、失礼だけども、それで売れなかったらかわいそうだな。ピンクレディーってのは僕は反対だったからね。反対だった、はい、あれ本当にもう時間がなくてね、パッと決まったのがピンクレディーだったんで、なんかキャバレーみたいだなと僕が言ったのを覚えてますけど、もう間に合わなかったの。だが日常とかけ離れた歌とユニークな振り付けに真っ先に飛びついたのは子供たち。子供たちは踊りを覚えるためにテレビを見る。ブラウン管からは驚くほど早いサイクルで新たな振り付けの新曲が送り出され、キャラクターグッズは爆発的な売れ行き。
その渦の中を2人はひたすら走り続けていた。あなた分刻みのスケジュールに追われ、行く先々にマスコミが待ち受けている。食事はもとより満足な睡眠時間を取ることはできない。自分たちでさえ知らないところでピンクレディはますます巨大なモンスターと化していく。スタファンスタッフはその様子を呆然として見つめていた。参ったっていう感じはしましたよね。とっても ああいうことっていうのはテレビのディレクターとして考えも及ばなかったし、もうピンクレディが出なきゃ音楽番組成り立たないぐらいに、これはもう頭下げるしかないですよね。テレビのスターはテレビに出演することが命だが、スタタンに出てもスタッフに声をかけるゆとりさえない。そんなスケジュールの中で K がダウンした。池田は気が気ではなかったという。事務所へ、東京の事務所に電話を入れて、少しスケジュール減らしてくれないかと、これじゃ死んじゃうよと本人たちはっていうのをやったのを覚えてます。後楽園球場を舞台にした真夏のコンサートは2人が最も忙しい最中に行われた。猛暑と過労のため日中に予定されていたリハーサルは全てキャンセル。10台を超えるカメラはぶっつけ本番で収録に臨んだという。何があっても2年間は頑張れよ、池田に言われた。その2年がちょうど過ぎた頃のことだった。ことができた。もうずっと意識朦朧としたまま仕事してましたからね。全部の仕事がうる覚えの状態で、本当にいつ失敗しちゃうかわからないような綱渡りをやってるわけですよ。いつもドキドキして、いつも緊張して、あ、間違えちゃうんじゃないかって思いながらステージに立って、でもみんなたくさんの人たちが私たちのことを応援してる。こんな中途半端なものをお見せしてていいのかなっていう疑問がすごくあったの。女優の道を歩み続ける K に会えたのは、かつて振り付けの練習を繰り返した稽古場。寝る時間もなく、本当に今日は何日、今日は何月、わけもなくこうとにかく走っていた。ピンクレディの K というぬいぐるみを着ないとできなかったことだし、着ようと思って着てるわけではなくて、多分そういうふうに自分が変身しないとやり過ごしてこれなかった、すごい大きな仕事だったんだと思うんですよね、うん。ピンクレディアメリカに進出。絶頂の2人に途方もない企画が持ち込まれる。戸惑う2人をよそに、また新たなビジネスが動き出した。ショービジネスの本としてよ、キレギレの、もう解散したいですと。私はもう辞めたいですと。だから帰ってきてからじゃなきゃ今話できないから、帰ってきたらうち来ればいいよって言ってから、うちへ通ってくるようになるわけですよね。2人が最後に頼ったのはスター誕生の生みの親池田だった。池田にはそれが嬉しかった。深夜まで2人の本音に耳を傾ける。解散準備は密かに進められた。デビューからすでに4年が過ぎていた。ピンクレディは7ヶ月後に解散いたします。これからは自分の生き方を一人一人考えてみよう、そういう決断でしたね。それは
池田の前で何度も練習した言葉だった。解散コンサートを池田は体調を崩した入院先で見た。スター誕生を作り、スターの寂しげな引き際を見つめる池田をこの日一人の男が見舞う。共に番組を作ってきた堀武雄。そのお見舞いに行った時にちょうどピンクレディのファイナルコンサートかなんかがそのテレビを通じてやられて、それを見て一つの時代が終わったという感じはつくづくしてて、したら「いやあんた俺の病室でそう言ってたよ」って、まあ、この前言われたんだけども、つくづくあれを見て、まあ、一時代終わったなっていう感じはしましたね。スターを育てることは取りも直さずビジネスだった。目に見えぬ大きな力を前にしてテレビ局のサラリーマンにスターを守り抜くことなどできはしない。男たちが家族のようにスターを育て大切に見守ってやれた時代がもう終わろうとしていた。ここまではあなたのためにできること N… 一体何を教わってきたの、あなたの元へ。豊かな表現力、自在に変化する瞳の輝き、桃江は歌の作り手をも触発した。そこへ行かれ遅れて来たから、二人とも落ち着いてっていた。三人の夜絶対絶命、桃江作品のレコーディングディレクター川瀬康夫は言う。彼女の場合、そのまな板に乗るまでにこういろいろ話し合いがあるんですけども、一旦まな板の上に乗っかっちゃうと、さあどうにでも料理してくださいって、あとはもう料理人の腕なんだから、その代わりあんたたちの責任よって言われてるような気がしてね、これはちゃんと丁寧にこうさばいていかなきゃいけないなとか。月夜の海に浮かぶ乗ったゴンドラ。スター誕生の卒業生桃江を番組スタッフは眩しく見つめていたに違いない。何気ない日だまりに揺れている、この頃涙もろくなった母が庭先で一つ咳をする。一目切りするロックンローラー。多彩な歌に恵まれ、そのすべてを自分のものにしたスターは、やがてスターであることに自ら終止符を打つ。カッコ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 ばかり先走る。スター誕生のデビューから7年、山口百恵は一人の男性と出会い、時を育み、結婚を前に引退のステージに立った。私が選んだ結論。Goodbye my love、 この街角で。ハワイ大会に出場した日系4世は歌唱力、スター性を見込まれて決勝大会に進んだ。県民奥本です、よろしくお願いします。会場からたくさんの拍手、それと同時にこんなにたくさん手が上がりました。明くる年、横本芽衣の名前でデビュー。そんな時代があったことを彼女は今も懐かしく記憶している。宝物っていうか、もうお金いくらあっても買えないような思い出。
それでは行きましょう。最初の方です。どうぞ。なぜだろう、スター誕生という番組を経験した少女たちの多くはその思い出を楽しげに語る。黒木真由美。当時スター誕生の舞台裏に向けたカメラはデビュー前の彼女を見つめていた。母みきおさんに送られて15歳の少女は博多から上京。決戦大会に向けてのレッスンが始まった。同じ大会に出場する岩崎宏美の姿も見える。そして迎えた決戦大会。どうぞ。あーだー、うわーすごい。それは華々しいスタートだった。だがスターへの道に確実という言葉はない。デビューして7枚のシングルを出したが売れなかった。私たちは都内に暮らす彼女を訪ね当てた。16年前結婚と同時に引退。現在は離婚してモデルの仕事をしながら2人の子供と暮らしている。これどうぞおみかん召し上がってください。これ実家から。両親も東京に転居し週に一度は母親が訪ねてくるという。大成功できなかったから、まあ、今があるのかなって。そういう自然体でいられるその基盤となっているのはやはりスター誕生かなって。本当に心からだから感謝してますよ、うん、あの当時プロデュース彼女もまた面倒見の良かった池田文雄を父親のように慕っていた。元気にしてますみたいな。池田からの年賀状を取り出した途端涙が溢れた。父親と一緒でしたからね。だからスター誕生の記憶はどこか家族の思い出に似ている。それぞれが光と影に縁取られた人生を生きていた。1980年代スター誕生は新しいタイプの少女に遭遇する。幼すぎるって言われたので中森明菜。時に幼すぎるって言われたので髪型を変えてきたんですけれども、あのまだ幼く見えますでしょうか。執念だった。中森明菜、山口百恵に憧れた少女。審査員が番組史上最高得点をつける。3度目の正直が叶った。どうもね、どうもありがとうございます。さあ、あの阿久先生、あの実写を超えるプロダクションが明菜を指名した。すごい新人が現れた。業界に噂が走る。明菜を獲得したレコード会社は5種類のデビュー曲を用意。ところがデビューまでのドキュメントを撮影していたスタタンのスタッフが驚いた。テストレコーディングで明菜が突然言い出す。この曲私に合ってないみたい。当時のレコーディングディレクター島田雄三も開いた口が塞がらなかったという。デビュー前の、しかもデビューの候補曲でこれがその自分に合わないっていうアーティストは初めてだったんで、まあ、かなりびっくりしたのを覚えてますね。今のこういう時代だったらばすごく許されることが、まあ、十数年前では許されない、まあ、まあまさにある少女 A だったんですね。自己主張する明菜の歌は新たな時代の予感を運んできた。本音を吐き出すような歌の言葉があっという間に若者の心をつかむ。巷ではインベーダーゲームが流行り、
少年少女たちの意識が大人の解釈を超えた。原宿でスカウトされた少女がアイドルとしてデビューし、映画のオーディションや雑誌の人気投票の現場から次々と新しいスターが生まれていった。スター誕生は視聴率の低迷にあえぎ始める。池田はすでに現場を離れて管理職に。ディレクター吉岡たちも別の番組に移動していた。番組スタート時からのスタッフ金谷が視聴率回復を目指す方法に苦慮していた時期、これまでに出会ったことのないタイプの少女がスタタンに応募してきた。スターへの憧れや死に物狂いの努力とはどこか無縁の少女、その名は小泉今日子。14歳の少女は友人の誘いに乗ってカメラの前に立ったという。スタタンに来たのに服装も普段着のまま、スタッフは面食らった。少女漫画のページから抜け出してきたようなスタイル、好奇心だけでスターへの階段を上り始めた少女は、大人に言われるままに最初の1年をやり過ごした。全てが初めての経験なので、だ時周囲には自分と似たような衣装で髪型も変わらないアイドルたちばかり。胸の中に芽生えた思い、こんなの嫌だ、つまらない。マネージャーだったマスコ領事は、スターという言葉は幻影となり、作り物ではない個性が若者に愛される時代になっていた。誰かが番組っていうのはやっぱり寿命がありますからね。80年代、世の中の価値観は音を立てて崩壊した。テレビを遊び場にして、アイドルなんてこんなものよと小泉今日子が歌ってみせた時、もはやスターやアイドルという言葉は意味を失った。スター誕生という夢のシステムは時代から必要とされなくなっていた。